カーチスキとキャサリン・スティンソン。キャサリン・スティンソンは、アメリカ合衆国のパイロット、建築家。宙返り飛行を行った、最初の女性パイロットである。来日した頃は、カザリン・スティンソンと表記されていた。1891年、アラバマ州、フォート・ペインで4人兄弟の長女として、チェロキー族の血を引いて生まれた。 キャサリンが13歳の時に両親が離婚してからは母親の下で過ごした。ピアノを好んだキャサリンは音楽家になることを考え、音楽の本場であるヨーロッパで学ぶことを目指していた。20歳の頃にカンザス州で当時は稀であった熱気球に乗る機会を得た。このことが契機となって学費やと公費を稼ぐためにパイロットとなることを思い立ち、 飛行機免許を取ることを決心した。1912年1月に、マックス・ライルの飛行学校の門を叩いた。当初ライルは女性に教えることを断ったが、キャサリンは飛行士に対する熱意と優れた技術を見せて、4時間の練習の後に単独飛行を行った。同年7月24日、アメリカ合衆国で女性としては4番目の飛行ライセンスを得た。彼女は、 飛行機に魅力を覚えたため飛行士に専念し、音楽家になることは断念した。展示飛行会では彼女は、フライングスクールガール、と称された。東京で群衆に取り巻かれる、スティンソン飛行ライセンスを得た後、飛行に適した気候のテキサス州サンアントニオに移り、女性として9番目のライセンスを得た妹のマージョリーと飛行学校を開いた。弟のエディはメカニックとなり、 同じく弟のジャックも操縦を学んだ。1917年に第一次世界大戦の勃発により飛行学校は解散したが、エディは航空機会社スティンソニンアクラフトを運営するようになった。1915年7月18日、シカゴのシセロ飛行場で宙返り飛行を行った最初の女性飛行士となった。 日本の工業式しびきユミ人の招きにより、翌年末に来日して、日本での工業飛行にも参加し、続いて、中華民国でも工業飛行を行い、美貌の女流飛行家として人気を博した。彼女の飛行に感銘を受けた、よさのあ子は、女学世界大正6年1月号に、素性の自由飛行を見ておきこうして、新たな時代の自由な女性像として、彼女を称賛している。 第一次世界大戦中は、アメリカ空軍にパイロットを志願するも、女性を理由として拒否された。やむなく、キャサリンは、カーチス JN-4 ジェニーやその短座型のカーチス、スティンソンスペシャルで飛び、アメリカ赤十字の資金集めのための工業飛行を行った。ヨーロッパでは、赤十字の救急車の運転手も務めている。また、キャサリンは、 アメリカ合衆国での郵便飛行を行った最初の女性飛行士の一人となった。カナダでの飛行ではカナダの飛行距離と飛行時間の記録を残した。1920年に結核のため飛行士から引退した。キャサリンは飛行した8年間に500回ほど宙返りを演じ一度も失敗することはなかった。彼女の操縦した飛行機はピッチの制御とロールの制御を。 別々のレバーで行うライト式の操縦方法であったことは特筆に値する。パイロットからの引退後はニューメキシコ州サンタフェで暮らし建築学を学んで建築家として働いた。キャサリンは全米の住宅デザイン協議会から受賞されるなど建築家としても評価された。1928年に同州の裁判官を務めるミゲル・オテローと結婚した。 夫婦間に子供はなく4人の養子を育て、1977年に同地の自宅で86歳で没した。キャサリンが飛行訓練をしている期間内にアメリカの女流飛行家であるジュリア・クラークとハリエット、クインビーは相次いで飛行機事故で亡くなっており、当時の飛行機は女性にとって安全なものとは言えなかった。 1916年12月15日、青山連平城で夜間飛行、16日に宙返り飛行を披露した。神戸、名古屋の公開飛行後、大陸へ渡った後、神戸、横浜で飛行後1917年5月に離日した。彼女は来日時は25歳であったが、くし引きの移行により19歳と紹介された。彼女に憧れた。 日本の女学生二人が女性飛行士志願のためにキャサリンと面会しようとしたという事例も発生した。日本では彼女の絵はがきが50種以上発行されている。ありがとうございます。